流在の g c 5 8 6 6もレンズ上銀河の一つ。写真からわかるようにゴミが銀河中心に集まっておらず全体に広がっている。生肝ガスがほとんどない点も特徴的である。写真は NASA 提供。レンズ上銀河とは銀河のハップル分類における種類の一つ。ハップル分類では S 例という記号で表されるため S 例銀河とも呼ばれる。 レンズ状銀河はその名の通り、渦巻き銀河と同じような突レンズ状のディスク構造を持つがガスやゴミなどの成分が非常に少なく過剰雨でも見られない点が渦巻き銀河と異なる。レンズ状銀河のディスクは細かい構造を持たずのっぺりしているため、一見、扁平率の大きな大円銀河にも似ているが、その表面軌道分布が銀河ディスクに 特徴的な指数関数的分布をしているために、楕円銀河とは区別される。このため、ハップル分類では、楕円銀河と渦巻き銀河の中間に位置する銀河とされている。ガスが非常に少なく若い星が見られないことから、渦巻き銀河が何らかの理由で、ガス成分を失い、新たな星形成が行われなくなった銀河ではないかと、考える説もある。また、銀河の数が少ない領域には、 レンズ状銀河は、ほとんど見られず、銀河団内部など、銀河の密度が高い領域に、相対的に多く見られるという特徴もあり、レンズ状銀河の成因と関係があるのではないかと、考えられている。A.B. オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一冊、441ページ。ISBN4-254150172。 宇宙が丸ごとわかる本 P56 宇宙科学研究クラブありがとうございます。